さあ森さんには今日はレースで使うのと同じモデルのヘルメットを持ってきていただきました改めてお二人今日はよろしくお願いいたします <music> さあではお集まりの皆様にまずは森さんから一言ご挨拶よろしいでしょうかはい、えー、皆さんこんばんは、えー、お忙しい中ありがとうございます、えー、ようやくこうやって映画が完成したので え僕もすごい皆さんに感謝しています今日はよろしくお願いしますよろしくお願いいたします保坂監督お願いいたしますはい、えー、まさかまた続編が公開できるとは思っておりませんでした森さん本当にありがとうございますそしてあの皆さんからえ続編が見たいというたくさんの希望をいただいてえこういう結果になったと思ってます本日ありがとうございます ありがとうございます。ではここから映画について伺っていきますのでマスコミの方々すみませんフラッシュ撮影ここまでとさせてくださいさあまずは森さんに伺いたいんですがこのお鳥屋さん森克行約束の終わる劇場版ということで、はい、いよいよ今月末から全国の映画館でこの作品をご覧いただくということになります全国で公開されると聞いた時は森さんいかがでしたか嘘でししょと思いままた。まさかあの、全国、 の映画館で僕の映画をやるなんてことはちょっと信じられがたくてまあ何度もあの監督には冗談でしょって聞いたんですけれども本気ですって言ったんではい何度も断られましたけど本気ですと言い続けましたいや最初冗談だと思ったからですよ断ったのはあそうでこの映画になるというのは森さんご家族ですとかあの姉さん仲間の皆さん、はい、お友達にはお伝えになったんですか え身内関係にはあの言いましたけどあのオートレーサー仲間たちにはちょっと恥ずかしくて言えなくてはいあのこうあの宣伝を見てあの後輩とかが森さん、映画やるんですかってはい誰が森さんのことを演じるんですかってそこから始まったので面倒くさくてはい自分が演じてますって言いました。これでまた今日 きっかけに、ね、そういった方々も広く知られると思うんですけれどもあのドキュメンタリーなんでもちろん森さんが中心に立ってらっしゃいます大坂監督森さんへの取材のオファーというのは何度も断られたと伺っておりますけれどもそれでも諦めなかった監督の,その森さんへの情熱ってどういったところから来てるんですかうん、まあ、人間として生き方に惚れたっていうところですね。 ま直接ちょっと面と向かって言えないです。はいすみません。言ってくださいよ。すみません。惚れました。ありがとうございます。そうですよね。劇場版にするにあたってまたあの2023にあの、はい、ドキュメンタリー映画祭でやったものからプラスで追ってこられているわけですけれども、でもこれだけ長く密着されることは森さんなかなかないかなと思うんですが。そうですね。はい、約3年間あの密着。 していただいたただんですけれども、まあ、正直、映画祭の時 TBS の,の映画祭の時でもう最後かなと思ったんですけれどもその後もなんか知らないけどレース場行クといるんですよ、これは絶対怪しいなと思ってそしたらちょっとやっぱり映画劇場版をやりたいっていうことになって、はい、何度も断りましたけど、はい、保坂監督の情熱に負けました。 小坂監督はその,その後行かれてた時は、はい、特にお話にはなってなかかったんですかいやもちろん復帰戦は取らせてほしいという話はしましたけどうん、えーはい、<laughs> って言いましたっけいや多分違うニュースに出るんじゃないかってぐらいで,で、ね、僕はそういうふうに思ってたんですよ、まあ、そこからですね、はい、作品から拡大するということはじゃあ森さんの中には。 その時はななかかっったたというこでですす全く先ほどあのヘルメットのご紹介を簡単にさせていただいたんですが、はい、このヘルメットを今日お持ちいただいたのは映画の中にも登場します印象的なヘルメットなんですけれども、はい、森さんが普段使用されているヘルメットと同じモデルのものということでオリジナルの,このペイントが施されているんですが、はい、他の選手の皆さんオリジナルの,そのこだわりのペイントっていうのね選手のみんなあの自分で、えー、ペイント屋さんに頼んでいろんな自分で考えて デザインをして乗ってますね。ただ転ぶと自腹なんですよ。うん、一回転ぶとヘルメットダメになっちゃうんで、なかなかこうお金をかけて転ぶ人はかけられないですね。うん、僕は庄家さんがくれるので、はい、助かってます。<laughs> そうですよね。ここにしっかりロゴも入ってますしね。はい、このこだわりについても森さんちょっとご紹介いただいてもいいですか。これはあのメンバーカラーをはい。 オ松マくんの時のメンバーカラーを <laughs> はい入れてますはいちょっとね上の方を見ていただくと皆さんスクリーンにも投影されてますけれどもあちらの星の中のカラーですよねそうですオ松マくんです<ー>はいこのデザインもじゃあ,あのご自身でこういう考え、はい、あのそうですね翔平さんのデザイナーさんと一緒に、はい、考えましたいやグッとくるエピソードですけれども。 あの森さん、今回公開決定のニュースが出た際にこのオーバルで挑戦したいことがまだまだありますというふうふにもねコメントされていたかと思うんですが復帰して日本選手権を終えた今このあとオーバルでどんなことに森さんは挑戦したいですかそうですすかそうね、えっとまあ、前節、日本選手権で、えー、準決勝にも乗れれずちょっと悔しい思いしたしたのであのまずは。あの SG にずっと出られるようなランクにいることを目指してあとはあの優勝したいと思います多分、監督が来なくなったらプレッシャーもなくなると思うんですぐ優勝できるかもこれであの、ね、監督が来なくなって僕の調子が悪くなったらあの、ね、あのプレッシャーもっとかけろってことなんでその時はまたエア穂が登場ということで,そうですね。はいはい そうしましょう。監督もその先取りたいなというお気持ちはやっぱりありますか。うん。ただまあ一ファンとして応援したいなっていうのもあるので、これからはあのかける方って <laughs> はい森さんに頑張っていただきたいなと思います。観客席の方で。好きですもんね。はい。競馬もはい、はい、大好き。 でも調子悪そうだったら書けませんので、<あ>頑張っていただき。わかりました。頑張ります。ここら辺はシビアなんですね。だいぶ。はい。そうですね。はい。というわけで、ちょっとお時間の方が迫ってますので、最後にこの後映画を見ていただく皆様にお二人からメッセージをいただきたいんですが、まずあの、小坂監督からこのタイトルについての思いも含めて伺いたいと思います。最後に一言お願いします。はい。えっ、ー、と、約束のオーバルの約束というのには、まあ、いろんな意味を込めていて。 えとまあ、スマップをやめて、えー、日本一を取るっていうのも森さんにとっての約束だったと思うし復帰するっていうのもファンとの約束だったと思うし、えー、今後、もう一度日本一の決勝の舞台に立つっていうのは自分との約束だと思っているので、えー、いろんな意味を込めてこのタイトルにしました、はい、森さんも気に入っていると昔は言っていたので、はい、いいタイトルだと思います。 皆さんこれがあと見ていただきますが一言大丈夫ですか監督今の最後で大丈夫ですかはいえっ、ー、と本当にありのままの姿をここまでよくさらけ出していただいたなと思ってますはいあの復帰する前辛い時もあったと思いますけどえー、本当にカメラにカメラでの前の違うなカメラの向こうにいるえっ、ー、とファンの皆様方に、えー、自分の姿を届けたいという思いで、えー、私 に取らせてくれたんだと思いますので、えー、ぜひその戦いの気持ちというのを受け取っていただけたらと思いますありがとうございますさあではいよいよこの後劇場版見ていただく皆さんに森さんからもお願いしますはいそうですね、えー、僕も、えー、オートレーサーに転身してから、えー、28年が経ちましたけど、えー、まだまだ、えー、挑戦したいことが、えー、たくさんあります、えー、僕が戦うわけを この映画を通して何か感じてもらえたらと思いますよろしくお願いします森さんありがとうございます